そうですね、やっぱり狙っていた記録なので塗り替えれて嬉しいです。でもまだやっぱり海老原さんには遠いですし、 60m を次は目標に頑張っていきたいと思います。はい、やっぱり世界で戦える選手になっていけたらいいなと思います。はい、とやっぱり全日本インカレですね、全日本インカレでまた優勝、また記録も優勝も狙っていきたいと思います。と今日は応援してくださってありがとうございます。まだまだ自分は弱い部分がたくさんあるので、これから頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。